最近グローバルギアさんの面白アプリ更新早すぎて神。まさかまさかの、新作のボーイシリーズ、サイコボーイが出たばっかだというのに。もう新作情報、今度は回避シリーズの新作、ハゲ回避の告知がアプリストアに。やばいなマジで最近、一気に怒涛のラッシュです嬉しすぎる。現状、リリース予定は12月の末になっているのですが、サイコボーイもこの予定よりもだいぶ早くリリース来たので、早ければ11月の末頃、遅くともまあ、12月の初旬にはリリース来るんじゃないかと思ってるぜ。ハゲ回避、もう名前ですでに面白いけど。てか、グローバルギアさんの脱出ゲームって時点で面白いの確定なんだけども。いやー、マジで楽しみですな。おそらく、カツラのハゲおじさんが、カツラが外れないように必死に頑張るハゲ回避。そんな感じでしょうね、きっと。ちょっと説明、読んでみますか。はい、アプリの説明の最初の一文、気づくとなぜかカツラがなくなっている。なくなるタイミングで気づけよ頭急に寒くなるだろうさん。頭は寒いけど心は温かい。ハゲたおじさんの30日、待ち遠しいで早くプレイしたい。アプリストアでハゲで検索したらなんか見つけたー。ハゲで車の運転手をするこのゲーム、懐かしいな、大好きだったな。なんやこれ。なんか数字増えたぞ。直進、右折、国会議員様の言うことは絶対なのです。自分たちに都合の良い制度ばかり作る、国会議員様の言うことは絶対なのです。乗せているのが国会議員ってことは、この運転しているハゲのおじさんは、あ、もちろん秘書ですよ。あ、ぶつかったってか。やっぱりそうかー。懐かしいでこのハゲー。もう大好きで大好きで主チャンネルでもたびたびネタに。懐かしいですな。例えばこれ。お、いいぞキャメロン。懐かしすぎる。キャメロンと派手に転倒。この後です。拾った。今時かっこいいと思っていました。仕方がなかったわよね。これができるからなんだし。おいハゲ。まさかの、できる人に八つ当たり。キャメロン悪い子だ。こうなったら豊田さんに怒っていただきましょう。このハゲー。すいませーん。違うだろー。すいませーん。もういいわ。はい、こんなにも好きだったこのハゲでございますが。もちろんこのアプリ、リリースされたのは数年前なのですが。グローバルギアさんの新作ハゲ回避が縁でこうやって出会えるなんて素敵エピソードやね。そこだよね。それじゃあですね、ハゲ回避、リリースしたら速攻で実況予定なので、それまで楽しみにハゲて待っててくださいねー。なんでハゲんだよ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。